株式会社インディーゾーンの田中と申します。ご登録者さんが増えるというのは本当にありがたく思っております。この場をお借りして、お礼申し上げます。今ね、うちの動画をメインで作ってるスタッフの方に、切り替えさせていただいて、どんなことやってるかとかですね、ご紹介いただければと思います。インディーゾーンの畑田でございます。よろしくお願いします。まあ、仕事と映像関係で、まあ、ちょっと大阪の方で古い電源を使って、映像制作をしてきた人間であります。かなり古い、バージョンから古い電源を使っておりまして、まあ、今回20までで、まあ、今は、まあ、インディーゾーンさんの方で YouTube の動画を作ったりセミナーですねの講師の方 やらせていただいています。主にまあ仕事の方で FDN でプロシージャル環境の仕事をやってきましたので、まあ、動画の方もどちらかというとそのプロシージャルモデリングだったりアニメーションだったり、あとはまあ FDN に使ってちょっとした便利機能だったりの紹介をまあメインで今動画の方はやっております。まあ、セミナーの方もまあ同じようにですねプロシージャルメインでやっておりまして、あ、特にまあ今までずっと仕事で使ってきてますので、実際に映像の制作の仕事でどういうふうに Houdini を使ってきているのかっていうのを、まあ、実際のその仕事で使ったプロジェクトをもとに、セミナーの方で、紹介させていただいて、実際のどんなふうに Houdini を使っているのかっていうのを、そういうのをまあ、紹介していけたらなというふうな感じに、作っていっております。株式会社インディーゾーンの田中と申します。普段はですね、まあ、テクニカルサポートという立ち位置で、まあ、担当させていただきまして、で、まあ、その傍ら、セミナーであったり、あと、まあ、今 YouTube の方でですね、いろいろ作成して、まあ、公開させていただいております。どちらかというとダイナミクスであったりエフェクト関係、まあ、炎とか水とかそういったものをに関連する動画をメインで作っているところがあります。先月ですね、11月24日にもセミナーの講師として、まあ、担当させていただきまして、そこでHoudini20をお試しということで、まあ、ウォーターエクスプロージョンという水上爆発みたいなものをこう作る、まあ、セットアップをお話しさせていただいておりまして、また12月にですね動画公開されると思いますので、ご視聴いただけるとありがたいです。本日はよろしくお願いいたします。株式会社インディーゾーンの深谷と申します。普段は大学院の方に在籍しながら、インディーゾーンさんの方で学生アルバイトとして、お手伝いさせていただいております。これまでも YouTube の方で、いくつかのチュートリアル動画や、弊社でお取り扱いのある製品のご紹介をさせていただいたり、インディーゾーンのHoudiniブログの方で、Python 関連の記事を、書かせていただきました。フォトグラメトリーソフトウェアのリアリティキャプチャーというソフトウェアの方のご紹介も YouTube であったりブログ記事の方で解説など書かせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。Houdini20の最新情報のご紹介というところなんですが、最新情報っていうよりも、まあ、ベータから使ってみてそこでまあ気づいたところとか、まあ、僕の方は今回ちょっと紹介用のビデオということで、まあ、SOP ベースのモデリングの機能、新機能だったりの紹介をメインでやらせていただいて、まあ、Houdini、まあ、20に限らずなんですけども、最近の Houdini のバージョンアップはかなり新しい新機能っていうのが追加されるようになってて、非常にそのたんびにまあちょっと覚えることが増えていくのっていう、かなりまあちょっと贅沢な悩みですね、Houdini を使っている人にとっては。ただまあ最近のまあサイドエフェクトさんのバージョンアップの傾向としては、やっぱり難しい機能を比較的簡単に使ってもらおうみたいな方向になっているような気はしますので、まあ、昔に比べるとそういう新機能が追加されたとしても、まあ、結構ちゃんと動画を用意してくれたりとかっていうので、まあ、昔に比べたらかなり楽に覚えれるようになってきたんじゃないかなと思っております。あとは結構まあ派手な機能更新だったり、アニメ、キャラクターアニメーションだったりというので、ね、派手なバージョンアップの他にも、まあ、地味なちょっとした使い勝手が良くなってるとか、そういうのもまあ微妙にあったりもするので、またちょっと後でその辺は紹介できたらなとは思っています。すみません、私の方はですね、Houdini20、における RBD とベラムの新機能の方の紹介動画を作成させていただきました。RBD の新機能でまずご紹介するものが、スティッキーコリジョンと言われる機能になりまして、RBD コンフィギュアーソップノードを使用して、スティッキーコリジョンを作成することで、ダーツボードにくっつくダーツであったり、移動中の乗り物にくっつく磁石の力でくっつくような磁気を持ったアイテムの作成であったり、あとは衝突するオブジェクトを永続的に取り付けるといったような機能が加わりました。
衝突したものがくっつくというような表現は、まあ、いろいろと活用の幅が広がるのかなというところで、そうですね、その他ですと、ファインドインスタンスソップというものも新たに追加されまして、ジオメトリーを分析して、一致するトポロジーを持つピースを見つけて、それらをパックされたジオメトリーのインスタンスに置き換えるというようなモードになります。まあ、作業効率が上がったりだとか、そういったところで活用の幅が広がるのかなというふうに感じた機能になります。で、あとベラムの方になるんですけども、ベラムの一番の目玉機能は、ウィンドシャドウという機能になると思うんですけども、いくつかのノードが新たに追加されまして、風の影響を受けるシミュレーションを行うときに、シャドウを設定できるようになりました。風が他のオブジェクトの影響を受けて、まあ、風が当たらない部分だったりとか、シミュレーションできるようになったというところで、まあ、こちらもいろいろ表現の幅が広がるのかなというところになります。まあ、私の方では、キャラクター FX と、まあ、レンダリング周り、ソラリスとかカルマですね。で、あとは流体、パイロ、フリップ、まあ、オーシャンクラウズのあたりをですね、まあ、動画にまとめさせていただきました。で、まあ、キャラクターの方から言いますとですね、今回、キネ FX& アニメーションっていうくくりで、まあ、新しくそのキャラクターのワークフローが新しく追加されて、まあ、その名前が APEX っていうんですけども、まあ、ちょっとあまり時間を取って触れなかったというところもあるんですけども、キャラクター、キネ FX の、機能面でですね、キャラクターアニメーターにとって、まあ、優しいその操作性を意識した機能を改善されているっていうところで、まあ、コンセプトとして、まあ、あるようでしてですね、これまでのキネ FX の機能っていうのは、基本的に、まあ、まず、防音、だったりこうリグを組んでですね、そこにコントローラーって呼ばれるアニメーターの方がキーフレームをこう手足に打っていくための、まあそういった操作をするための、なんて言うんでしょう、こう目印みたいなものをいろいろつけていくところを、まあ自分でネットワークで組んで、その後にようやくアニメーションがつけれるっていうワークフローを組む必要があったんですけども、まあそのあたりがですね、例えばボックスを動かしたりするときにハンドル、エンターキーを押すと表示されたりすると思うんですけど、まあ、あれと同じような形でビューポート上でもうキャラクターのそういうセットアップが組んだ後に、わざわざ自分でコントローラーをつけるセットアップをしなくても、まあ、コントロールができるようになりましたという、結構いろいろ優しい、まあ、そういった機能が追加されていて、まあ、そのあたり結構、まあ、改善されてきているなというところ であとは、まあ個人的に自分で組んだところっていうのが、マッスル&ティシューズという筋肉の動きをシミュレートするための機能があるんですけど、これまでのそういう機能というのは、まあ、ベータ版だったということもあって、筋肉を動きを再現する上で結構その前準備として各パーツごとっていうんですかね、その筋肉のパーツ自体を一個一個も手作業で全部分離している必要があったんですね。一個一個のその筋肉のパーツが独立して存在している必要が、でなぜかというとですね、メッシュを交差した状態でシミュレートすると破綻するからということだと思います。で、まあ、それに対してですね、フーディニ20ではですね、その筋肉のモデル自体がもう全部1個の塊でできてたとしても、ペイントでそのパーツを分けてあげたりとか、その ID を分けて別々のパーツ で構成されているとみなすことができたりとかするので、そういったあたりはすごいこうユーザーフレンドリー、かなりこう機能面では優しくなったかなと感じてます。ここは割と個人的になんか感動したところです。あとは、まあ、フェザー周り、サイド FX 社のコンテンツライブラリーという、まあ、そちらのサンプルを見て紹介したという形に基本的にはなります。基本的にはこれまでフーディニで搭載されてたバーとかヘアとか、そういったこう基本的にモデルの周りにポイントでこうインスタンスしてって配置するというモデルの、まあ、仕組みの延長でフェザーが追加されたという形になると思います。まあ、モデリングだけじゃなくて、いろいろこうその後のシミュレーションの工程とかになってくると、また複雑にはなってくると思うんですけど、ただ羽の形状を作るっていう、モデリングをするっていう面では結構そうですね、以前はゼロから作らなきゃいけなかったと思うんですけどね、カーブとかも全部なので、まあそういう意味ではかなり優しくなってきているというところはあると思います。キャラクターはちょっとこの辺りで置いときまして、まあ、それ以外、まあ、レンダリング周りで、レンダリングのその、まあ、効率化を考えた機能、レンダースタティスティックス、略してレンダースタッツと呼ばれたりもするんですけども、シーンのどの部分に描画をする際に負荷がかかっているかというのをビジュアライズするための機能が追加されたり、カルマの機能としては、結構その今までは機能制限みたいのが
いろいろされてましたね。 AOV の出力であったりとか、カルマフォグボックスっていう擬似的にフォグを作るための機能があるんですけど、それがまあ対応するようになったりとか、流体関連ではファイルはあまり今回大きな目玉というのはなかったんですけど、対照的にパーティクルフルイド、グリップフルイドのあたりではホワイトウォーターがですね、ソップベースでも扱えるようになりました。でこれで前回のフーディン 19.5 のグリップフルイドのソップの機能がと合わせて、もう完全にソップベースのワークフローで水のシミュレーションができるっていうところが、あとはオーシャンズの機能、これは主にレンダリング周りで簡易的にというかですね、レンダリングするためのスピードを上げるための機能が搭載されたり、いろいろ改善が加えられています。インディーゾーンフーディニ情報日本語ブログというものがございましてですね、そちらでもまとめさせていただいているので、こちらもちょっと見ていただけるとよりフーディニ20の機能の理解が深まるかなと思います。ちなみにこちらに他のスタッフの方が作られたものと含めて全て見られるようになってますんで、ご覧いただければと思います。続いて中身というか、何か見せていただけるものってあるんですかね。まあ、僕先ほど言いましたように、ソップベースのモデリング関係の、いろいろ調べて、動画にしましたんで、まあ、いくつか、まあ、便利な機能だったりとか、ちょっとピックアップして紹介していきたいと思います。テストジオメトリーで、いろいろね、ピッグヘッドとか豚の頭みたいなやつとか、あとラバートリーですね、ゴムの恐竜のおもちゃみたいな、そういう、まあ、テストジオメトリーが結構いくつかついてきてるんですけど、今回このエレクトラ、ロボットみたいな、キャラクターと、カピバラですね。カピバラ、二足歩行するカピバラのモンスターなんですかね、よくわからないですけど、が2つ追加されています。このエレクトラさん、に関して言うと、キャラクターのアニメーションシステムである APEX の、リグとかがちょっと組み込まれているので、こんな感じで APEX の簡単な入門に使えるんじゃないかと思ってます。シンプルなリグですね、が組み込まれています。もうその辺詳しくは調べてないんで、ちょっとアニメーションとかまでは出ないんですが、まあ本当に APEX の入門用に一から自分で作らなくても、この辺のエレクトラさん使って簡単に APEX を、まあ、こういう階層構造で画面上で決めてアニメーションを、まあ、APEX の入門的な勉強はこれで、簡単にできるんじゃないかと思っています。もちろんコンテンツライブラリーの方にも、アニメーションのついたシーンですかね、上がってたりするんで、まあ、そういうのとかこういうので、勉強できるんじゃないかと思っています。でカピバラの方もこれも、実はよく見るとマッスルであったりボーンが実は仕込まれてまして、実際ボーンのアニメーションが組み込まれているデジタルアセットになっているので、実際こうタグラのアニメーションさせることができる。まあ、これは単純にボーンで変形させているだけなんで、マッスルとかその辺のシミュレーションしてるわけじゃないんですけど、まあ、これを使って一から筋肉の構造を作らなくてもマッスルの、シミュレーションするためのベースになるモデルとしてこれでちょっと勉強できるんじゃないかと思います。まあ、結構いろいろねテストジオメトリーという形でラグドールとかあったりもするので、こういうのも用意してくれるようになったので、非常にまあ入門にはいいかったと思ってます。あ と、ポイントクラウド関係の機能がかなり追加されてまして、どういうことかというと、まあ、こういう、まあ、これちょっとスキャッターでポイントばらまいてるだけなんです。例えばまあ 3D スキャナーですね、で点群を取ってきた時にそいつに対してポイントクラウドサーフェイスソップっていうのを使うことで、そのポイントに対して面を張ることができるっていうことができるようになりました。まあ、個人的に非常に待望してた機能で、昔こういうので非常に苦労した記憶があるんで、全部フルイドサーフェイスにしてからポリゴン化するとかっていう非常にめんどくさいことをやってたんですけども、今回この、ポイントクラウドから面を張ることができるっていうことが非常に便利になってます。まあ、その関係でいろいろポイントクラウドに対してノーマルをつけるソップであったり、ポイントの数をリダクションするようなそういうノードも追加されてまして、まあポイントクラウドを読み込んできてそれをある程度加工して、さらに今回からですねクワッドリメッシャーが追加されてます。要は面を四角で構成するモデルに、メッシュのモデルに変換することができる。これもまた僕も非常に期待してた機能で、ただまだちょっとメッシュに関してはまだベータ版ということで、まあ、機能的にはかなり今後も変化良くなっていくとは思うんですが、まあ、このベータ版として
それでもある程度きれいに、ね、メッシュの方、フワットの4面で作ってくれるようになったので、非常に便利じゃないかなと思います。まあ、そのポリゴンの流れとか、自動でまあ計算して、それに合わせてポリゴンの流れをこう作ってるみたいな、まあ、将来的には、例えばカーブでポリゴンの流れを作るとか、そういうふうにできるようになるんじゃないかなとは思っております。まあ、クワドリメッシャーに関しては、例えば今、ポイントクラウドから作ったサーフェイス以外にも、まあ、よく使うのは多分、まあ、VDB だったり、まあ、ボリュームをポリゴン化したときに、どうしてもこういうね、トライアングルが、まあ、できてしまうんですけど、これ、クワドリメッシャーを使うことで、まあ、綺麗な4面体で構成されたメッシュになるので、あ、この後サブディバイドしたりするとかっていうふうに、綺麗なモデルを作るとかできるのが、クワドリメッシャー。まあ、先ほど今言ったように、まだベータ版なんで、今後の機能拡張、より精密なポリゴンが作れるようになるのを、ちょっとまあこれは期待しているところです。カーブソップ、一つのカーブソップの中で、ポリゴンだったり、ナーブスだったり、ベジエだったりっていうのを混在させることができるようになります。それに合わせて、タブメニューですね。19.5 まではカーブベジエ、カーブポリゴン、カーブスプラインというのに密に分かれてたんですけど、中身は基本一緒のもんなんですけど、これはまあ単純にカーブだけでこう呼び出せるようになったと。で、例えばポリゴンでポリラインを書いて、今度はナーブス、ベジエ、まあ、一つのカーブソップの中でですね、ポリゴン、ナーブス、ベジエを混在させることができるようになったのが、非常に便利になりました。今まではこれまとめて、この状態で、例えばこれをポリゴンにすると、全部がポリゴンに変わってたんですけど、20からは一つのカーブソップの中で種類の違うカーブを扱えるようになったっていうのが、ちょっと便利になった機能ですね。それに合わせて、こう、カーブに対してカーソルを乗っけると、そのカーブの種類をこう表示できるようになりました。ポリヒンジソップっていうのがついて、何かというとこんな感じで、ポリエクストルードみたいなものなんです。それの回転体に特化したようなものになります。例えばこのエッジに対して押し出しをするというようなことが非常に便利になりました。そのエッジに限らず、こう、任意のポイントでそれを中心にこう回転させるというような、そういう押し出しができるようになったのが、ポリヒンジソップですね。テキスチャーマスクペイントソップというのを追加されました。これは直接こうモデル上にテキスチャーのマスクを書くことができるようになったっていう機能です。でまあ、見てもらうと分かるように、ポイントアトリビュートとかに直接書くわけじゃなくて、実は、これですね。こういう形で実は2次元の 2D のボリュームに対して書いてます。なので、まあ、こういうポイントの数に関係なくペイントをすることができる。白黒のマスクしか実は書けないので。テクスチャーペイントでフルカラーでペイントできるようになってくれたら嬉しいなと思ってます。まあ、これは、ハイトフィールドアウトプットソップ使うことで、まあ、テキスチャーの、まあ、イメージ、EXR とかのテキスチャーマップのイメージとして出力できるので、これをもとに、まあ、実際のテキスチャーのマスクをしたりということも、できるっていうのが、このテキスチャーマスクペイントソップになります。このランプパラメーターで、ベジエハンドルがこう表示されるようになります。今までベジエでもこうポイントで制御してたんですけど、ナブパラメーターに対してこうベジエのハンドルがつくようになったのが、地味ではありますけど、便利なところです。一応下に持っていくとマイナスまで行くようになりました。当然1以上も持っていくと、こう自動でスクロールして、このランプの値を1以上0以下でも簡単に表示できるようになったのが、便利なところになります。あとファイルソップにとかに関して言うと、このジオメトリーに対してパスがこう保管してくれるようになりました。こんな感じですね。ファイルのフォルダーの名前とかが分かってるときはですね、直接こう打っていくと勝手にこう保管してくれるようになったのが便利なところです。あともう一個、これは非常にいいなと思ったのが、このカメラとかビューポートですね、背景に動画を持ってくることができるようになりました。非常に進歩になってて、まあ、MP4 だったり、クイックタイムだったりの動画をこの背景に持ってきて、それでまあモデリングをしたりっていうことができるようになったので、今までは静止画だけだったので、20からは直接ビューのバックグラウンドイメージに、これは MP4 ですけど、もちろんこの辺のバックグラウンドですね、この辺のファイル、ディスクファイルをムービーにすることで、実際にムービーを背景にそれを元にモデリングしたりということができるようになったのが
非常にまあ不倫2乗になってから便利になった機能なんですが、ただ背景だけなんでコップとかね、その辺のまあテキスチャーイメージだったりでもムービーが使えるようになると非常に便利になると思うので、まあ今後の期待したい部分ではあります。この APEX っていうのを以前のフーディニーではどんな感じでアニメーションされてたんですかね、畑田さんの方は。本当に初期の頃は防音を作って、それをリグを自分で組んで、要はこういうシステムを全部自分で組んでいく必要があったんですよね。それがある程度準備されているのと、分かりやすいこうビューアステートっていうんですか、で、表示されるようになったっていうのが非常に便利。それこそね、ビューアーで最大にした状態でアニメーションを作ったりっていうことができるように、まあ、これは機能 FX でも、まあ、進化している部分ではあるんですけど、よりもう、インタラクティブに、ビューアー上で対話的に作れるようになったっていうのが、まあ、最近のフーディニーのキャラクターがすごく便利なところではないですかね。昔は本当にこのネットワークビューで膨大なノードをこうつないでいって、こっちのネットワークで選択して、こっちでキーフレームを作ってるか、非常に面倒くさかったんですけども、この辺がまあビューポート上でできるようになって、まあ、ユーザーフレンドリーですね、その辺になっていると思います。だそこが一番今回、まあ、目玉というか、あとまあそのモデリング関係のところは、新しいノードも増えてるんですよね。そうですね、いくつかその辺増えてますね。あとちょっと今日紹介してないトポートランスファー関係のノードだったりとか、追加されております。そうですね、モデリングに関してはやっぱりクアドリメッシュとか、ポイントに対してサーフェイス貼るっていうのは結構、まあ、昔から多分そういうのは期待してされてた機能だと思って非常に良いと思います。さっき言ったトポトランスファーソップ関係に関しても、オプティカルフローっていう画像を解析するような機能もノードとかも追加されてて、まあ、その辺が将来的にはより、まあ、画像のエフェクトであったりっていうのに生かされてくるんじゃないかなとはちょっと思っております。ね、もしかしたらね 20.5 とかっていうところでね、どん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 機能追加される可能性もありますのでね、こうご期待くださいっていうところで。深谷さんの方ですかね、何かありますか。はい、僕の方はリジットボディダイナミクスと RBD の方なんですけども、先ほどスティッキーコリジョンのお話出てきたかと思うんですけども、実際にスティッキーコリジョンが出している要素というのがこういった形になります。こういった形で、スティッキーコリジョンを使用して物体同士がぶつかった時に、まあ、くっつくようなブレインが簡単に行えるようになったというところにあります、それからですね、こちらの RTBD、コーンツイストコンストレント、プロパティーズソップというものが新たに追加されまして、こちらは、コンストレインの、アトリビュートにビューポート上で、ビューアステートを使用して、まあ、ハンドルで操作ができるような、ノードになるんですけども、こちらを使用することでコンストレイントのアトリビュートに個別の編集を加えることで、まあ、インタラクティブに編集することが可能になるというようなノードになります。こういった形で個別のタイヤの動きであったりとか、そういったものを編集するときなどに役立つノードになります。 Find Instance Soap ですね、こちらの方はジオメトリを分析して同じトポロジーを持つものを自動で認識してきて、でそれをパックされたジオメトリに置き換えるようなノードになります。それからベラムの方なんですけども、ベラムの先ほどお話ししたシャドウというものがこういった動きになります。ベラムウィンドシャドウはですね、このようにシャドウを適用して、まあ、風が当たった時にベラムジオメトリの他の部分に影響を与えないようにブロックしたりすることができるようになったものに、でベラムシャドウの方に関しましてはこういった形でコンテンツライブラリーの方にサンプルが上がってますので、こちらの方もご覧いただければと思います。まあ、私の方も、まあ、キャラクター周りの機能からっていうところなんですけども、まあ、これコンテンツライブラリーというところでですね、ダウンロードすることができるあのフェザーのサンプルのファイルになるんですけども、まだ私の方でも、まあ、全部は解析できていないところなんですけども、まあ、基本的には従来からまあフーディーに備わっているヘアとかファーとかそういった動物の体毛を表現するためのまあツール群のまあ一環としてまあ用意されているものになりますね。で、まあ、ご覧いただいているようにこういう羽フェザージオメトリーと呼ぶらしいんですけども、ビューポート上で表示するときには基本的にこうプロキシージオメトリーみたいな形で軽く描画できるように、表示
そういったジオメトリーとして表示されるんですけども、これ、まあ、従来であれば例えばカーブにさらにカーブをこうコピーして一つの羽にするようなこう何て言うんでしょう、作り方というのがまあ主流というか、まあ、そういった作り方が多かったと思うんですけども、それだとですね、結構そのカーブ一本一本のところでも、まあ、カーブ一つ作るにしてもポイントがあって、その間をラインでつなぐ、でラインっていうのはポリゴン一辺に相当するので、それが何重にもこうコピーされるとかなり羽一枚めちゃくちゃ重いジオメトリーになってしまうというところがまあ欠点としてあったと思いますが、まあ、ご覧の通りですね、結構その画面グリグリ動かしても全然余裕で動きます。テンプレートとあるんですけども、基本的にバリエーションをいろいろ作れるような仕組みが備わってまして、結構まだ一つの羽を作る上でもですね、結構いろいろノードを組まなきゃいけない印象はあるんですけども、このような形でカーブを書いて、そこにこういったフェザー専用のメッシュというんですかね、ジオメトリを構成して、これを何て言うんでしょうね、こう羽をランダムにこう割いていくような仕組みがありまして、これがですね、従来の例えばヘアクランプとか、そうですね、ガイド、まあ、グルーミングのようなヘアバーの表現に使っているノードを駆使して作っていくというワークフローになってくると思います。でまだこれもベータ版だと思いますので、まあ、今後ですね、こういったフローもだんだんこうよりシンプルなものになってきて、さらに作りやすくなってくるんじゃないかなとは思ってますが、詳細はですね、コンテンツライブラリーぜひファイルダウンロードしてご覧いただければと思います。で、まあ、それ以外キャラクター周りではないんですけども、まあ、オーシャンツール、海の表現をする、まあ、ツールがあるんですけども、まあ、オーシャンツールの一環としてフーディニプロシージャルオーシャンロップというものがありまして、これはこういったまあ海の表現をするときにですね、まあ、従来はこれソラリスという USD というファイル形式のデータ、シーンデータをレンダリングするための機能なんですけども、そこにこう海の表面のジオメトリを持ってきてレンダリングするとなると、これもかなりのサイズがありますし、ジオメトリもかなりこうメモリを消費するようなものが読み込んでくることになりますので、結構そのレンダリングをするシーンを作る上でもですね、かなり読み込むだけでも下手したらクラッシュしてしまうみたいなことがあったんですけども、今回はですね、フーディニ20ではフーディニプロシージャルというものがありましてですね、ソラリスのネットワーク上で操作をしながらこうより高速にプレビューを行うための機能として用意されています。オーシャンだけではなくて、例えばフェザーとかエアーもそうですね、そのあたりもこういったフーディニプロシージャルというもの機能が搭載されていて、でこれらの機能というのはフーディニプレビュープロシージャルというノードがまた別にあるんですね。これと組み合わせて使用することで、シーンをまあ変えながらというかですね、操作をインタラクティブに行いながらプレビューも高速に行えるという機能になっています。事前にオーシャンスペクトラムというボリュームデータ出力しておくことで、まあ、それを読み込んできて、ジオメトリ本体を高解像度のものを用意しなくても、ある程度こう凹凸をきれいにつけてくれるような、そういった機能になってますし、擬似的にフォーム、泡の部分をカーバチャ、どこが尖っているかどうかっていうのを判定して、そこに対して泡をつけるといったことができるようになってます。で、まあ、そのセッティングがですね、例えばこのカスプミンマックス、このあたり変えてあげると、また表示されるまでまた時間かかってしまうんですけども、基本的には XPU モードでも使用できますし、あとはソップのレベル、こちらのソップレベルでこういったベースになる海の表現を作ってですね、読み込んでくることにはなるんですけども、波の形状というのはこのセーブスペクトラというところでボリュームデータとして出力して、それを先ほどのソラリスに読み込んでくるっていう形になります。それ以外にも泡の表現をですね、オーシャンフォームというノードを使って作ることができまして、これもまた別でキャッシュファイルで出力して、先ほどのオーシャンプロシージャルに読み込んできて泡を表現するっていうこともできます。 USD ファイルに書き出してシーンの一部として持ってくるよりもより高速に動作するので、まあ、そういった高速化のための処理が Fudini20 ではより強化されているという形になるかと思います。まあ、それ以外なんて言うんでしょう、ちょっとニッチな機能になるかもしれないんですけども、ですね、カルマの新機能としてカルマルームマップというものがあります。でこれは何をする機能かといいますと、
疑似的にあの部屋というのはインテリアの方です。建物の中レイアウトとかいろいろこうテクスチャーとして作られているものを立体的に見せるためのシェーダーというものが搭載されました。でこれはおそらくなんかゲームエンジンとかだと備わってる機能かもしれないんですが、フーディニーでもシェーダーを使ってそういった表現ができるようになりました。例えばこうモダンな都会的な建物を作るときに同じようなこう間取りがずっと並んでる景色とかあると思うんですけど、そういったものをより効率的に作ることができるような、まあ、シェーダーの機能になってます。まあ、例えば、まあ、一番簡単なところで言うと、まあ、こういったグリッドが1枚ありますと。で、そこに新しく追加されたルームマップフレームソップというものがありまして、まあ、これを追加することで、ルームマップを適用してレンダリングするために必要な、まあ、情報、アトリビュートが追加されるような形になってます。で、まあ、簡易的にグリッドにそれを追加して、あとはロップのネットワーク、あの先ほどとソラリスという呼ばれる機能なんですけども、まあ、そこにグリッドを1枚読み込んできています。で、この中で、まあ、シェーダーをまた別で組む必要がありまして、ちょっと簡単に組んでみました。これレンダリングしますと、多分またこれもしばらくすると表示されると思いますが、こんな感じです。今、あのルームマップっていう十字型のこう部屋のレイアウトとかがもう映っているそういったテクスチャーは用意してないので、まあ、デフォルトのままになってるんですけども、こういう形で疑似的に奥行きを表現することができるようになってます。このカルマルームマップボップというノードを使うとですね、で先ほどあのソップのレベルで作った必要な情報というのはこのマテリアル X ジオメトリープロパティバリューというノードがあるんですけど、これで読み込んできてこれをシェーダーに渡してでアウトプットするみたいな流れになります。今仮の画像なので、ここにルームマップを貼り付けると部屋の表現ができるっていう形になってます。今グリッド1枚で作りましたけど、もちろんあのグリッドを何枚もコピーしてレイアウトすることもできまして、まあ、例えばこういう3枚の窓があると想定して、まあ、これを先ほどと同じようなセッティングをすると、まあ、こういうふうにちょっと向きが傾いてますけども、こんな形で割とこう柔軟にいろんな部屋のインテリアを表現できるなと感じました。もちろんあのこういった曲がった窓っていうんですかね、うねったような窓であってもこういった奥行きをつけることができまして、 S1、S2、S3、S4 って書いてあると思うんですけど、これがレイヤーになっていてルームマップをつけた時に、例えば家具、この特定の家具を手前に持ってきたりとか、例えば人物が写っている場合はそれを奥に置いたりとかみたいな形で、さらにこう遠近感というかですね、奥行きをつけることができるので、結構複雑な見た目を作ることができるなと感じています。例えばこうビルを作ったりして中身内部を作り込むのがめんどくさいという場合は、これで疑似的に作っても結構便利だなと思いました。まあ、今回群衆の機能で、まあ、特にそのピックアップされている機能というのはですね、まあ、ソップクラウズとまあ書かれてるんですけど、ソップクラウズモーションパスツールセットというツールセットって書いてあるんですけども、あのソップモーションパスっていうノード群が、まあ、あるんですね。それを使ってキャラクターの動きをカーブに沿って動かすみたいなことができるようになっています。一応まあこういったカーブが引けます、そのソップモーションパスノードというものを使うと。でそのカーブの上を、あらかじめ用意したこういったキャラクターエージェントと呼ぶんですけども、これをまあセットしてあげて、そのパスに沿ってキャラクターの動きを制御するということができるようになってます。群衆の動きをこうコントロールできるというところが、まあ、今回まあピックアップされている機能になるかと思います。でそれ以外にですね、まあ、スティッキーコリジョンという機能がありまして、これ先ほどあの、まあ、先ほど深谷さんの方からしていただいたんですけども、こちらの群衆の機能にもスティッキーコリジョンという機能を使うことができまして、この画像にあるようにですね、何か特定のオブジェクトに対してオブジェクトをくっつけるとかっていう表現ができるようになってます。で、まあ、それを応用すると、例えばキャラクターに矢が刺さった表現とか、まあ、群衆の場合はトリガーというあの何か判定がキャラクターに対して、まあ、アトリビュートとかのその変化が、数値的な変化があった時にまた動きをこう切り替えるような機能がありまして、スティッキーコリジョンを使ってそれをトリガーとして使うことができるので、この画像のように矢が当たった時にキャラクターが倒れていく、この倒れていく動きというのはラグドールというまた別のキャラクターを制御するための
機能があるんですけど、それに切り替えることができるような、そういった仕組みが、まあ、よりなんて言うんでしょう、効率的にセットアップできるようになっています。こういったサンプルファイルとして紹介されているので、こちらダウンロードできるのでぜひ見ていただければと思います。一応こちらのサンプルを使って、まあ、どういった動きが再現できるのかっていうのは、実は動画の方で少し紹介してますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。ちょっと今この20からはね、いろいろと汎用的な機能も増えてはきてると思うので、ちょっと一回ね、何かセミナーにするのかどうか、ちょっと時間はかかると思うんですけども、何かできればいいですね。そうですね、はい、はい、で結構これ今ブログの方でもかなり力で作ってますよね。これ一番最初のページどんな感じですかね。このおそらく動画で紹介してないものも全て含まれるので、かなり20、21-5とかまで、まあ、ほとんどこっちの方でかなり気合い入れて作ってるんで、こっちもまあ見ていただきたいですよね。そうですね、はい、はい、4本にまとめましたけど、それ以外のところもまとめてここで気合い入れて作ったわけですよね。ああ、マシンラーニングになったりとかね、わかりました。じゃあこちらもご覧いただければと思います。今回まあフーディリ20の皆さんね、さらっとこう出してきてるんですけど、かなりね難しい機能も自分たちで学習していただいて作ってますので、まあ何なりとどうやって作るのとかご質問いただければ、その辺に関してもいろいろとね動画作ったりとか、こんなのが欲しいんですよって言っていただければ作れるんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。